中瀬荒野は日本のソムリエ1986年創業のシェリー酒専門店である銀座市エリークラブの店長を務めボデガやアンダルシア州政府 EU などの依頼を受け数多くのプロモーションをこなす日本のシェリー酒の第一人者と称される熟成古酒にも詳しいイギリスを知る会館員親戚には日本での会計士 1> 第1号登録の中瀬翔太郎や、元山洋商会会長の中瀬正道がいる。1971年に、東京都国分寺市で生まれ、神奈川県横須賀市馬堀海岸で育つ。学生時代はアルバイトで得た収入をほぼすべて、海外旅行に継ぎ込み、ヨーロッパ、アフリカを主に回る。アルバイトも飲食業を中心に経験し、 寸大トラベルホテル専門学校を卒業後、飲食店でソムリエ、聞き酒し、調理師として働き、ワイン業界からシェリー酒に興味を抱くようになった。1994年より2005年まで銀座のシェリー専門店、シェリークラブで店長を務める。2000年に、 ゴンサレスビアスで、2002年にはオズボーンで、それぞれベネンシアドールの実技試験に合格し、ヘレスの原産地故障統制委員会から2002年、ベネンシアドールでメリットの称号を授与される。イベリコドン2005年、銀座に、バー、シェリーミュージアムを開業。シェリーミュージアムには、後に、バカルディレガシーカクテルコンペティション2012で、総合優勝する。 日本人バーテンダー五感慎吾が働いていたこともある。2014年に東京都五反田でシェリー専門バー、シェリー専門バー、バーシェリーミュージアムを開業する。時点ではシェリーの提供だけでなく料理とのペアリングを提案。シェリーを楽しみながらの演奏家、声楽家を招いての演奏イベント、大学教授や各業界の専門家やビジネスマンを ゲストスピーカーとして招いての勉強会、シェリーに酔いしれる落語の会など主催し、シェリーの楽しみ方の提案を行っている。シェリーに合う料理として、スペイン産のイベリコハムを丼にした、イベリコ丼を考案した。店舗運営のから、日本全国で依頼、主催、共催で、シェリーセミナーやイベントを行うほか、大学などでゲストスピーカーで講演も行う。 2014年スペインと日本の国交400周年を記念してサンフアンバウティスタパロコルタドボスシェリーを企画限定販売。ラベルは1613年施設としてスペインに渡ったハセクラツネナガの肖像画を起用し国宝ハセクラツネナガ像を仙台市博物館の許可のもと使用した。ありがとうございます。